商品の説明をすごくちゃんとしてくれるので、まあ、そういう意味でいいかなと思います。何を買うより誰から買うかっていうのを大事にしてるので、やっぱ直接お話しして、あ、この人から買いたいなって思う人の商品を仕入れたいので、ネットだとちょっと分かんないので、そこでやっぱ足運びます。インスタとかでいつも見てる人に会えるっていうのが一番来る意味があるなっていうのと、インスタ見ててその人が商品を販売してってなった時に、この人やから買いたいとか、サロンしてたら物販売する側として自分の魅力を出さないと物って売れないなって思うから、直接会って見れるっていうのが盗みに来てます。やっぱり直接お話が聞けるのと、普段 Zoom とかで商談させてもらったりとかするんですけど、それよりももっと深く業者さんとお話ができるっていうところがすごいなと思って、全然違いますね。リンパのトリートメントに使う際の精油をいろいろ嗅ぎ比べてたら買っちゃいましたね、欲しいなと思ってリンパテラピストの方のセミナーを聞いてきました。やっぱり自分たちの今してる施術と比べて、こことかやっぱ取り入れてみようっていうのがすごい分かりやすく、あとこんな感じにすればいいのかなっていうのはすごいお勉強になりました。いろんなねジャンルが集まってるところなので、いろいろ見れたっていうことと、まあ、セミナーも一つしか見れなかったんですけど、本当時間があればいっぱい見たいのがあったので、本当今度はもう泊まりで来たいぐらい。ショー見たかったの。あ、そうです。ヘアショー。私は一人でエステのお店やってるので、そこでなんかできる深いお悩みに答えられるような美容の機器、あとはお家で使えるようなスキンケア商品とか家庭用美顔器とか、結構いろんなものを目当てに来ました。やっぱり思ってたよりも、その同じ例えば EMS とかでも、こっちの会社のレベルはここからここまでかとか、こっちの会社同じ理論だけど、あ、こういう体感かっていうので、やっぱ実際に自分が使ってみないと分かんない体感って、なんか言葉にしにくかったり、こう紙とかネットで見てるだけじゃ分かんないなって思いました。新しいメニュー展開でなんかこういうのができたらいいなとか、そういうのはちょっと感じました。